皆さんこんばんは。本日も出血取りサービスオフィシャルヒゲダンディズムミックスナッツちゃん簡単バージョンで本日はさようならなのだ。毎日絶好調手指を痛めないように体幹トレーニング鍛えるのと同じハノンちゃんやバイエルの練習もリズムを回転するのをおすすめいたします。もみ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 脱力脱力先生に冷えて嬉しいことを言ってくれます。独譜リズム感拍の長さ指替えも指番号も何でもゆっくり練習すれば必ず夢は叶うのでございます。今日は夢るんでさようなら。優しくしてあげましょうね。我先に走ってはなりませぬ。隅っこ暮らしものんびり暮らしております。人と比べることなく人の短所を見ずに良いところなるべく見つけてあげましょうね。毎日でこそドレミファオンプヒメちゃん。それではアマピーそこで、アトリナードのクラッカー、日進月歩、初心忘れるべからず、バジ豆腐、しゃっくり出れば背中を軽く叩いて、水を一気飲み、乳歯が抜けると軒下に、投げる。昔からのことわざに、ためになる知識も調べればよいんです。何でも
完璧な人はおりませぬ。わからないところ、知りたいことはググる、ググることが一番でございます。私自信を持って邁進しておりますが、あっかんべだんべだ、メラメコシマのアップブ、笑うと負けをアップ、それではね。お店に入るときのお年寄りや人を優先させてあげましょうね。我先に走ってはドアに手を挟むとなってしまいます。何も慌てることなかれ、慌てるより自分のペースで楽しく学ぶことが一番でございます。誰か先に通してあげるなどありがとうございます。誰かに何かしてもらったらちゃんとありがとうございますと言えるようにしましょうね。ピアノのお稽古も同じです。ちゃんと今日もありましたが、自分で本来はテキストを片付けて、本来はちゃんと自分でテキストを片付けてさようならとご挨拶もちゃんとできるよね。チョロミやムームーたちも言っております。ありがとうございます。ごちそうさまです。それではまたね。さよう。